遊学日枝神社は、長崎県新上五島町荒川里に鎮座する神社である。同郷の山王山山頂に、上足路山王宮が、南六に、下社が鎮座する。大名持のおを主催神に、雨の渦命、三発姫命の二柱を廃止する。創建連代は不詳だが、公認5年に、最長が第16次検討し日当のお礼に、 大見国比叡座に延暦寺の鎮守である、日吉参農舎を勘定したのが、始まりという。また、荒川参農さんは、比叡さんの分霊で、同時根本中道の消えずの灯名が一万一消えた、時は、参農さんに来てつけて帰るという伝説もある。故障は、参農門源。明治4年3月27日、社号を、 荒川神社とするが、同年6月12日に孫社に列せられたのを機に、現在の社号に変更している。昭和2年2月18日、新鮮兵白陵とも新神社に指定される。荒川街七浦地区の僧者として推計されていたが、現在では荒川、今里のみとなってしまった。山頂、山王宮社殿標高439.2メートル。古称は、うっといい、 古くから山岳信仰の対象とされてきた。一号目あたりには一宮神社があり、八号目には二宮神社市がある。山頂には本宮である三能宮が鎮座している。また、古くから近海における航海時の標識としての役割を果たしており、県東市が五島列島を寄港地とした際には航海の安全を登山に記念したと伝えられる。一宮神社、 一の鳥居創建年代は不詳だが、宝永5年9月14日に、造営の記録がある。祭人は、ただし正午勝さる即ビアメのおしほみの命。遊楽日枝神社と共に、八が、裏の僧病であり、守護神であったが、現在では、荒川座とのみの守護神である。二の宮神社、三四跡と、岩屈創建年代は不詳。祭人は、アマテラス大臣。 国のとこたちの村。八合目に、原子樹林に囲まれた、区域内に岩窟があり、この岩窟の入り口付近に二の宮神社祭祀城市がある。かつて岩窟内は水をたたえ、その水が枯渇した際に、平安時代後期、鎌倉時代、室町時代、江戸時代初期の白菜峡二面とは今日十五面が発見された。また岩窟奥には、彰子が設けられている。なお、 現在の二の宮神社は、山頂、三農宮社殿横に祭祀されている。境内社、一宮神社、二宮神社荒川里のその他の神社に、ソレイ神社、琴平神社がある。また、隣接する宿の浦号に、宿の浦神社、旧上後島町、道戸以降に、大山住神社がある。ありがとうございます。